さんおはようございます。おはようございます。こちら綾崎放送部でございます。放送部でございます。繰り返し言うのこれ。いや、あの町内放送みたいな。ああ、そういうことね。いろんなところで流れるやつ、ね、流れるやつ。余韻みたいな。ってことで第10回かな、これは。そうだね、第10回放送部でございます。でございます。もうええわ、もうええわ。10回もやるの、やっとんの。まだまだこれからだよ。まだまだ。そうだけど、年365日の毎週だから、うん、何回になる。月に5回ぐらい、月に5回、60回ぐらい。きつ。365÷7、70？ん？365÷7？ 7。50、52。ってことで、だいたい 50回、365、350人やな、うん、びっくりした。疲れとるな、数字見たくねえな。そうね、なんか疲れてますわね。ってことで、今日は愛知の一発ギャグやめてよ。やめなさいよ。No! No! 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 まあ、毎度のごとくというか、あの一応相談をいただいたやつを順番に話して消費していかなくては、うん、ね、なくならないと募集がかけれないんで、ちょっと喉がおかしいかな、少しガラガラしてる。毎回やねえかな。毎回だけどね、もともと喉が弱いから仕方ないんで、うん、では一人目いってみますかね。はい、前回パソコンがねちょっとグダグダ感というか、うん、ラグってさ、うん、今日は大丈夫でしょう。いきます。はい。50代女性です。まだ50になったばかりです。いつも楽しい動画をありがとうございます。いいえ。引っ越す先々でなぜか必ず嫌がらせに遭います。こちらに思い当たることはないのですが、そういう土地に呼ばれるのでしょうか。どうしたらそのような土地や人から解放されますか。教えていただけると嬉しいです。多分それさ、土地じゃないんだよね、いじめてオーラが出とんじゃん。かまってオーラとかさ、いじめてオーラとかさ、いじめてオーラか、うん、あるやんか。いじめやすい、いじめやすそうみたいな、うん、ターゲットにされやすい、されやすいとかね、優しそうな、おとなしそうな方とか、言っても文句言わないだろうとかさ、なんか町内会の仕事この人に頼んどけば、うん、面倒くさいことでも引き受けてくれるわみたいな。うん、結局人だから。貧乏くじ引くんやて。そう、いじめるんですよ、うん、人は。結局弱いものを見つけると自分の方が上だってね。そう、バカじゃん。確立をしたいんやろ。そう、どっかの誰かさんが言ってましたわ。どっかの誰かさん、誰だろうね。だから土地で悪いとかね、そういうのはよっぽどだからね。行く先々ってのはちょっと考えにくいかな。たまたま行ったとこで不幸が起きるとかね、うん、そういうのならあり得る。人絡みではないんじゃないか、なかなかね。だからいじめてオーラが出てるというか、うん、だからまあ引っ越したら、その一番初めの初対面っていうか、それで印象が決まる。もうゴリゴリのつよつよで行けばいいの。あの、隣に引っ越しましたんでよろしくお願いしますって。これ、つまらないものですか。がそういう感じで、うん、だから、あの、隣に来たんでよろしくお願いします。お願いします。なんかあったらお願い、あの、お互い助けてくださいねみたいなこと言うと、こいつできるな、やれるなって、あ、こいつもういじめれるわじゃないけどさ、この人もう下だわって見られたら、あの、嫌みやら何でもかんでもさ、エスカレートしていくって。結局そこにもともといた人だからさ、うん、上から目線だよね。新参者があって、そうそう、
みんながみんなそうじゃないかもしれないけど、うん、まあ最初はちょっと強めにいた方がいいかもね。ずうずうしさと強さは違うからね、うん、ちょっと自分に自信がありますけど何かみたいな、うん、そういう態度をちょっと取った方がいいのかな、初対面の時は。そうやね、舐められないようにしましょう。20代男性です、はい、エルフ族やドワーフ族は存在しますか？現代ね、うん、この現代では確認をしてないから否定させてください、うん、でも現初ね、俺のその生まれ変わる前のね、うん、天界側神々のその時にはドワーフエルフっていう名前ではないけど、そういう種族はいた。その見た目的に、見た目的にね、小さいとか、その耳が横に、うん、そう長いとかね、うん、森と共に生きるとかね、うん、そういうのは全然いた。終わり終わり。今、まあ、いるかいなかったって話でしょ、うん、本当にあんな感じなの？耳がちょっともっと長いとか。実はだから種族で違うけど、めっちゃ長い耳の種族もあるの？あのウサギみたいなね。それ上に、上じゃなくって、なんか横に垂れてるというか、ちょっと上がってこうやって垂れとるような。ああ、それも、そういう種族もいたし。今で言ったらエルフ族っていうのかな。うさぎ族になる。うさぎ族か。現代でいうエルフっていうと、大体森と共に生きて、弓やら自然と生きて、うん、でまあ金髪ってイメージがあって、ダークエルフがいてっていう、うん、で武器はあの自然を愛するあのドルイド系で、うん、弓と弓で戦うとかね、うん、ゲームの見過ぎそういうイメージだけど、現代のエルフは、まあ遠からず近いかなっていう。だからゲーム制作者とかさ、アニメとかってさ、うん、なんかの理由で記憶残ってたりするのかなっていうのもたまによぎったりする、うん、魂にやっぱ刻まれてんじゃない？でそのキャラデザする時に、うん、なんとなくそういうのを思い出されて、うん、そういう形にしたから近いのかなと思ったり、うん、だからアニメ好きだからそれエルフパクリじゃんとか言われても、うん、いやパクリ言われてももともとそういうのいるんだけどなっていうのが俺としてのイメージなのかな、うん、みんなの魂に刻まれてましたじゃダメなの、うん、なんでみんなさ、ちょっと傲慢すぎませんかね。だってアニメの歴史や漫画の歴史なんて短いじゃん、うん、次いきます。はい、40代女性の専業主婦です、はい、旦那も40代で婚活して知り合い結婚しました、うん、旦那とはとっても仲良く過ごせていますが、ただ子供が授かれずに悩んでいます。子供が大好きで旦那の子を授かりたくてずっと妊活はしているものの、病院に行くことも旦那に相談しているのですが、旦那は病院まで行くことを渋り不妊治療できずにいます子供がいない人生を考えなくてはならないでしょうか。病院へ行くことができたらまだ希望はありますか。どうかアドバイスをよろしくお願いします、うん、まあほとんどさ、妊娠ってストレスとプレッシャーと栄養なんだよね。まあその男性の方のその精子の問題もあるし、女性のその卵子の量の問題とかね、そういうのは当然あるけど、うん、もうほぼね半分の要因はストレスねって。うん、でできたとしても流れちゃったりね、そういうのはやっぱ栄養とかそういうのも大きい、うん、で今さ病院行った方がね、奥さんの方は行った方が絶対妊活進むっていう、もう、うん、でもそれを旦那さんが渋ってる、うん、もうその時点でストレスが発生してるよね、まあ、そうやろうな、うん、本当に望むんだったら旦那さんの意見として、俺が旦那だったら、うん、とりあえずやりたいようにやってみって、うん、その家庭環境だとかその経済的なことが当然あるだろうから難しいかもしれないけど、うん、その子供を授かるっていうのはなかなかね難しいというか、うん、できる人は簡単にできちゃう人もいるかもしれないんだけど、うん、それでもやっぱ望んで望んで欲しい欲しいと思っとると、それもさ欲でストレスになって、でなかなかできない、なかなかできないって言って、うん、そうか、あのちょっとね聞こえが悪くなるかもしれないけど、うん、なんとなくその旅行行ってリラックスしてる時にするとできやすいとか言うよね。まああるかもね、うん、
特に何も考えてなかった時に、そう、楽しい時に、うん、まあ正直しちゃうと意外とできやすい、うん、だからハネムーン婚とか昔はよく言ってたよね、うん、新婚旅行とか、そう、大概昔ってさ、新婚旅行で帰ってくると子供できてるとかさ、あ、それが自然な流れだったのかな、うんうん、そう、現代はだんだんストレスが大きくなってる、うん、食べるものの質は良くなってる、やっぱ時代的に、うん、でもその成分的に偏ってる、うん、野菜でも何でもさ、成分は分かってる、でも未知の栄養素とかさ、酵素とかがあるんやって、うん、同じ成分で同じようにパウチとかで作った野菜ジュースと、うん、生のものを作った野菜ジュースのパウチだと、うん、全然違うっていう、うんうんうん、だからその一生懸命現代的にその栄養を取ったからって言っても、うん、やっぱ自然のものを取り入れて、でストレスをなくす、あと意外と水分取ってますか、うん、水分は全ての要だよ、人間の 60% 水分だからね、循環させるためにも、うん、だからちょっとは言い方はやっぱあれなんだけど、余裕のある方とかね、うん、そういう方は2泊3日とか旅行行った時にすると意外とできちゃうかもしれない、うん、あとはそのご実家、旦那さんの実家だったり奥さんの実家のご両親がプレッシャーをかけないこと、意外とあるんやって、結婚はまだかで始まって、結婚したら孫はまだか、うん、黙っとれうちのお母さんもそうだったって、うん、子供も産んでもらえんかねみたいな言い方。でも俺昔相談受けたのが、その子供は恥だっていう考えの家族がいてさ、すんごいその旦那さんもその奥さんも子供好きなんやて、うん、で子供2人恵まれたんやて、うん、そしたらその親戚とか一族は子供を作るのは恥だと思っとったらしいんやと。じゃあ一族消えるやんって、そうなっちゃうよね、何が恥なのって、そういう行為をすることが恥みたいな、うん、多分 そんな風に思ってたんじゃない、恥ずかしいことだみたいな、そう、意味わからんかった俺それ言われた時に、うん、いやバッテリー大丈夫かなと思っただけで、あー、あんまり良くないかもしれん、うん、刺しとくか、そう、刺しといた方がいいかもしれん、ちいちの言うことは絶対なので絶対でちゃんと聞かないと悪いことが起きます、実感しております。だから言葉と行動的にさ、ちょっといやらしい言い方かもしんないけど、うん、その婚活旅行とかさ、うん、婚活ってか妊活旅行か、うん、ってのもいいのかもしんない、そうやね、まあ経済的なこともあるから、大きいからちょっとあんまり推奨は難しいのかもしれないけど、うん、やっぱそういうのもいいのかなって思った、うん、一つの案としてね、そう、あとはまあお互いでちゃんと尊重し合って相談することがいいのかな、そう、そうってことです、はい、次行きます、そろそろ底が見えた、うん、そろそろ質問の底は見えてきましたか、うーん、まだあるかな、まだあるまだ募集には早いか、うん、30代女性です、はい、守護様のことで気になったことがあり質問させていただきました、あいえあいえお腹にいる頃から守護様が選んでついてくれるとお話を聞きましたが、その人の生涯が終わるまで途中見放して離れるお話もありましたが、一人に決めてつくというか、失礼かもしれませんが、守ってくれたり見守ってくれているのでしょうか、使命や縁があったとしてもそこだけじゃない気がしています、よろしければお願いします、もう亡くなるまでいるよ、うん、もうよっぽどもう超絶横着してそれでも見放すってのはいるけど、うん、やっぱ生まれる前から亡くなるまで、うん、ね、親の財産は孫まで持って、違うかだからもう本当に亡くなって成仏するまではちょっと同伴したことがないからわからないけど、うん、だいたい聞いた話によると、その聞いたってな、その守護様だよ、うん、いろんな守護様に聞いた話によると、前の子はいつまでついて回ったって聞くと、だいたい挨拶回り
5日ぐらいまではついて回っとるようなことを言っとったね。でまあ浮気じゃないけどついてるから、ほんで他の子も面倒見るっていうのはなかなかない、うん、でも同じ家族だから気にはするみたい。その同じ守護同士で家族同士であのお互いね、うん、見守るってことはするけど、うん、あとはペットにも適用されるかな。あ、まあ自分が大切にしてるから。そう、ペットちゃんが亡くなると、亡くなって怪我すると、うん、そのついてる子が悲しむから、うん、守護様がその守ろうっていう対象になるかなっていう、うんうんうん、そんなとこですが、はい、ここいらでポンジュースブレイク。ポンジュース飲みたい。ポンジュース美味しいよね。ポンジュースってうまいね。昔ペットの1リッターだったのがさ、うん、最近ないんだよね。1リットル、うん、1リットル100、1000ミリリットル。でもなんとこれびっくり、紙パック。紙パックの1000。うまい、うまい、うみゃみゃ。よろしいですか。はい、いいよ。音がシャーって聞こえる。シャー。40代女性です。私は看護師をしています。ご苦労様です。役職を任されるようになりましたが、大勢の前で話をすることが苦手です。私に期待してくれるのは光栄なことではありますが、私はとても辛いです。役職を下ろしてくれそうにないので辞めようかとも思いますが、それもまた不安です。どうしたものか助言をいただけると助かります。よろしくお願いします。経験に勝るものはない。そうだよね。そう、人前で喋るのがさ快感って感じる人もいるけどさ、ほとんどの人はなかなか難しいって。プレゼンだとかさ、うん、朝礼だとかさ、うり。もう俺もね、慣れやな。結局 YouTube もさ、うちらも写真撮られるのも苦手で、動画なんてもってのほかみたいな感じだったけど、うん、でもやるしかない。で数をこなしていくとやっぱ慣れてくる。慣れてくるね。で言い訳をしてくんやで自分で、はあ、その大勢で話すときに、これは人じゃない、これは人じゃない、これはジャガイモやって、ジャガイモ畑だこれはって、ジャガイモよ我の話を聞けみたいな。じゃないとやっとれんってことね。じゃないと本当無理やで、大勢の前で話すなんてさ。そのカリスマとかさ、リーダーシップとかさ、もう難しいって。でカリスマある人でも上がり症はどんだけでもいる。ちいちいはさ、展開にいた時はさ、うん、それこそ大勢の前で喋ること多かったんじゃない、うん、多かったよ。だから慣れとるの。慣れとる、慣れとるけど、この人間側になった時にはすっごい怖かった。へえ、それはやっぱ肉体が弱いから引きずられてる。自分に自信を持つと変わる、そういうのは。あ、どんなことでも、その仕事に自信もそうかもしれないけど、うん、別のことの分野、うん、例えばスポーツとかね、人並み以上とか、まあ人並みでもいいんだけど、うん、ちゃんとできるんだ、なんかでもちゃんと私は人並み以上にできるんだっていう実績を持つと、意外とね、上がり症って減ってくんだって。だって今あいちさ、自分で胸張ってさ、これは人並み以上にできるってある？意外とそれが恐怖心とビビーにつながってくるんやって、人前のね。その自信を持つと、私はこんだけできるんだから、たかが人の前で話すのはって思ってくる。だからまあ数をこなすってのも大事かもしれないけど、その違う分野ね、今言ったみたいにスポーツが好きだとか、うん、まあゲームが好きだとか、アニメオタクでアニメのこんだけの知識持ってる。でもアニメは意外とバカにされたりするからさ、あれやけど、一つでもなんか人様よりちょっとでも上の自信を持ってるもの、それを胸にあると、意外と人前でもね、なんとかなる。人より泣きやすいです。泣きやすい、それ自慢になるか。それは感受性が豊かっていう、うん、相手のことを思いやれるって。だからすごいそれが嫌だった、うん、自分としては。泣き虫が悪いわけじゃないんだよ。泣き虫ってのは要は相手のことを理解できる、ただ痛くてわめくのは単なる
弱虫泣き虫だけど、感動とかさ、思い込んでとか相手に言われたことで傷ついて泣くっていうのは心が優しい人やって。でも嫌だよ。嫌だよ。喋れんくなるやん、泣くと、うん、それがすごい嫌だった昔から。言いたいことあるのに泣いてるから言えないっていう、うん、そんなところで助言になりますでしょうか。はい。お時間のほどはいかがでしょう。20分超えました。20分超えましたか。最近ちょっと長くなりつつあるので、お客さん、あのそろそろあのラストオーダーラストオーダーですか。ラストオーダーどうしようかな。もう一個いけるかな。いく。いつもそうやって言って長くなるんですよ、最後の最後でね。そうやって、お客さん閉店閉店あと一杯だけだからそういう人に限ってもずっといて、で最後にレロレロしてくれるでしょ。最悪やん。仕事増えるやん。仕事増えるだけで、ね、っていうことでやめとくか。やめときますか。やめとくか。たまには潔く終わりますか。潔く終わるか。ってことで次回をお楽しみ。なんか進展するの。節目や。あ、節目か。11回次回が。そっか、11回。何やる？何やる？放送事項に挑戦。もう1分続けるとか。できるかな。無理やろ。無理やおね。あ、ということで爪がかけたのでここいらで。かけたんじゃない、それ引っ張って取ったんや。いや、引っかかっとったからちょっと引っ張ったらビリビリビリってかけちゃった、言って、ということでお疲れ様。お疲れ。サマーカレー。サマーカレー。800円。税込み800円。ちょっと値上がったな。ちょっと高いなと思った。ちょっと高いな。おつかまサマーカレーは500円やな。ワンコインやな。ワンコインでいきましょう。ワンコインでいきましょう。ってことで、あやちの手作りを食べたいな、そろそろ。ここいらでおいとましましょう。あやちがなんか作ってないみたいに言っとるけど。いや、作っとるよ。作っとるよ。作っとるよ。作ってますけど、何か。いいですか。はい。本日のお相手は、さきことさきと、あやちーことあやちーです。ではおやすみなさいかな。え、3時だよこれ、3時に上がるんだよ。3時の、おやつ食べて寝るんでしょ、うん、おやすみ、おやすみなさい